賢者の送り妹。紹介ムービーのコーナーだ。はい、待ってましたよお姉様。というわけでまず私からだな。名前は浅戸ひとは、少女だ。お姉様、少しぶっちゃけすぎですわよ。座右の銘は強く正しく美しく。うん、お姉様は宝ジェンヌにはほど遠い存在ですから合ってますわね。私だけじゃなくてサラ、お前も紹介しろ。うん、それでは浅戸家三女、浅戸サラですわ。皆様よろしくお願いいたしますね。このムービーはゲームの内容を紹介するコーナーだ。購入を考えている人がいたらこのムービーを見て吟味するといいぞ。さてお姉様、まずはこの特徴的なタイトル名なのですが。賢者の送り妹だな。はい、このタイトルどこかで聞いた覚えがありませんか？賢者の贈り物という短編小説を以前読んだことがある。はい、正解ですが、このゲームはオー・ヘンリーの有名な短編小説をもじっているのです。説明いたしますと、そもそもこのゲームは私たちがお兄様に自分の体をプレゼントするという事件から始まっているからですが。妹からの裸のプレゼント、それで兄上は賢者になったというわけだな。またもや正解ですわお姉様。妹のプレゼントの結果、お兄様には賢者タイムが訪れたのです。なるほど。しかし兄上は妹にその手の誘惑をされることを嫌っているはずだが。ですから、そのすれ違いがドラマを生むというわけですわ。逃げるお兄様と追いかける妹という図式です。そのような構図ですので、出てくる妹ヒロインはかなり積極的です。脳内彼女は基本的に女性上位の作風ですので、ご了承くださいね。うん、よくわかったぞサラ。要するに押し倒せばいいのだな。そしてお姉様はストレートすぎますわ。もう少しおしとやかに。ともあれ、賢者の贈り妹はパッケージダウンロードともに12月25日に発売だ。体験版もあるので、より詳しい内容はそちらをご確認くださいね。